ハブ遺跡、ハブ遺跡1ハブ遺跡は、佐賀県小木市三日月町、久米の麻同星にある、弥生時代中期の集落跡。1973年6月2日、国の史跡に指定された。祇園川と春家川の形成する、戦場地上に位置する、弥生時代中期全容から、中央の集落遺跡である。1971年、当地では、 石体郊外の被害を受けた水田の復旧工事が行われていたが、弥生器変が多数散乱していることから、緊急調査が実施された。翌1972年には、再調査が実施され、遺跡の範囲確認が行われた。その結果、遺跡は南北150メートル、東西250メートルの規模であることが分かった。住居跡が5件検出されているが、 地山の青色粘土が自然にか人為的にか崩壊しており、詳細は不明である。また、発掘区域が限られているため、全貌は明らかでない。出土する時は、やよい期のものである。本遺跡は地下水位の高いところに位置するため、木製品、植物種子などの有機物が豊富に出土している。木製品としてはクワなどの農耕具、栗物の容器4点。 クロールしぬりのワン一点などがある。植物性の異物としては、タンカマイ、梅桃売りの種子などがある。木製の異物で注目されるのは、住居跡で出土した柱材15点である。地山の青色粘土に掘った手柱として建てたものであるが、その建て方に2種類あることが分かった。その1は、柱の根元を平坦に仕上げ、そのまま立てるもの。もう1つは、 柱の根元が伐採時のままの状態になっているもので、この場合は柱穴に草や藁を敷き、さらに厚さ2センチほどの板を置いた上に柱を立てる。柱の仮面に2つの穴を開けるものがあり、これは、えつり穴と見られる。ありがとうございます。